皆さんこんにちは。私はティム・ヒデーボーでございます。え、なんやそれって顔してますね。これ知らないですか？ティム・ヒデーボーはい、ということでティム・ヒデーボーでございます。いや、ヒデーボーでね、これ発音ね、あのフィフスダウンチャレンジさんと一緒にロケ行った時に話しかけてくださったあのロンリーセンターさんがね、ティーボーみたいな方ですよねって言われたんですよね。あのティム・ティーボーってね、あのブロンコスで活躍した選手がいましたけど、まあ、ちょっとそれにかけて、僕もですね、フィフスダウンネームはティム・ヒデーボー、ティーボーに合わせヒデーボーにしておりますが、そことね、これがね、あのティーボーのポーズです。それと掛け合わせてヒーハーってありますよね。それと掛け合わせてヒデーボー、これが新しくできたわけでございます。いや、ずっと何喋ってんねんこれは。はい、ちょっとあのキャラがねおかしくなったんじゃないかという方、あの心配しないでください。もともとこんな感じです。はい、ということでですね、気を取り直して、あのここまではどうでもいいんですけど、今日はですね、ちょっと届き物がね2つ、あるので、ちょっと開封動画みたいなことを、してみたいなと思ってます。まず一つはね、こういうスマートレターが届いてるんですけれども、レッツハドルファミリーでもある直行さんから、いただいております。ちょっと何が入ってるのか見ていきたいと思います。さあ、これどんな感じで入ってるんでしょうか。でで、ね、出た、うおー、3つ、マスクが3つ届きました。ありがとうございます。イエーイ、すごいですね。1個ずつちょっと見ていきたいんですけど、あ、メッセージがね出ております。ヒデボーさんへ、ヒデボーさんですね、ヒデボーさんへ、ブルさん感覚、バッカニアーズのマスクが完成しました。どれもいい仕上がりだと思います。引き続きアメフト仲間としてよろしくお願いしますということで、直樹さんいつもありがとうございます。はい、ということでマスクをね、直樹さんはあの作ってくださっていて、わ、これ最高ですね。まずですね、ちょっと感覚を着てるのでリクエストしたら KG のやつから見てみましょう。ででん、KG ヒデボーでアメフトボールと一緒にしていただいてます。やった、これでね、いや、これね嬉しいですね。これで12月5日のウェスタンジャパンボール、これつけて見に行けますよ。皆さんこれ着用してみたいと思います。うわ、完璧じゃないですかこれ。 KG です。はい、感覚仕様になっております。これでファイターズの応援もさらに目が入りますね。ありがとうございます。で、そして続いてはですね、ブルーサンダースさんの、分もいただきました。ブルさんはね、今ちょうど X2 の熱いチームですよね。まあ、せっかくなのでこれと一緒に、着てみましょう。はい、ということでこちらはブルーサンダースの、T シャツ、こちらですね、これと、ブルーサンダースのマスクデザインということで、これもめっちゃいいですね。ちょっとなかなか X2 の関東の試合になるんでね、いけてないですけど、いつかちょっとこのブルー仕様で、セットでこれも見に行きたいですね。じゃあ続いて最後、バッカニアーズ行きましょうか。はい、いや、12番ブレイディですね、トム・ブレイディ。いや、トム・ブレイディね、今皆さん知ってますか？ NFL プロアメフトで、3位なんですよ。パス獲得ヤードが3位、これえげつないですよ。44歳ですかね、43歳で、3位でちょっとありえないですね。周り若手選手も多い中頑張ってますよブレイディね。ということで、はい、いや赤もいいですね。ね、なんか僕バッカニアーズグッズ実は持ってなくて、ちょっとこのマスクいただいた分がちょっとバッカニアーズ応援アイテムが一つ手に入りました。やったぜ。ということで、バッカニアーズのグッズ、トム・ブレイディのバッカニアーズ関連のグッズとかを、ご提供いただける方は、こちらまでお待ちしております。レッツハドルの方まで、もしくはヒデボーまで
ぜひですね、プレゼントをしていただけたら助かります。ということで、開封第1弾はこんな感じです。やったー。おう、はい、ここからは開封第2弾に行きたいと思うんですけど、すでにですね、ちょっとイコールワン福岡ハンズから届いた素敵な、これね、可愛い T シャツですよね。おしゃれな T シャツですよね、これ。はい、この T シャツがね、まずは、先日届いたんですけど、その流れで今週届いたグッズがもう一つあるので、それを開けていきたいと思います。はい、ということでイコールワン福岡サンズからのね、グッズが届いておりますので、開けていきたいと思います。さあ、これですよね。まずはクラウドファンディング、ご支援のお礼ということで、私もね、イコールワン福岡サンズのスタッフとして、皆さんに、クラウドファンディングの協力のお願いをしておりました。本当にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。ということで、895件のご支援、総額703万8500円の、ご支援を賜り、スタートの第一目標である150万円を大幅に上回って、第4目標まで、達成をすることができたんですね。本当にありがとうございます。そして福岡サンズの皆さんもありがとうございます。さあ、あとはですね、試合のチケット届いております。僕はちょっとスタッフで行くんですけど、友達が見に来るので、このチケットで、観戦をしてもらおうと思っています。さあ、どんどん行きましょう。はい、これは福岡サンズのシールもね、こういう形で届いております。まあ、実はこのシールは2種類ありまして、こちらのバージョンとこちらのバージョンの2種類ですね、実はあるというものです。まあ、こっちがね、岩永選手とか、吉野さんが当たりの方ですみたいな形で言ってたんですけど、どちらもね、かっこいい選手たちが乗っているので、僕にとっては本当に両方当たりで、嬉しいです。ありがとうございます。そしてメインディッシュ、メインアイテムでございますが、これがでん、うおー、来ました。ででん、イコールワン福岡サンズのユニフォーム風 T シャツです。やったー、もう画面に収まらない大きさはい、L サイズでもこの大きさです。1番です。はい、サンズ1番といえば岩永優希選手ですね。岩永選手ね、僕大好きな選手なんですよね。今シーズンですね、本格的にちょっと岩永選手のことを応援しだしたんですけど、いつもレッツハドルでもね、いいねとかSNS でもいいねとかをしてくださって、本当にお人柄も素敵な方なんですけど、もうなんといってもプレーが熱いんですよね。もう勝負どころでのキャッチ、本当に素晴らしい岩永選手ですね。先日インタビューした動画なんかもね、あるので、ぜひそちらの動画も見ていただきたいんですけど、そんな岩永選手の応援の意味を込めて1番にしました。そして気になる名前、ネームを入れるところですけれども、でん、ヒデボーにしました。ヒデボー1番でございます。イエーイ、ついにマイ、ユニフォーム風 T シャツですけれども、マイユニフォームを手にしました。いやね、これもうすでにこれ着てるのに、T シャツまたゲットしちゃったし、あとはね、鷹の祭典コラボ企画でユニフォーム風 T シャツももらえちゃうので、これ結局どれ着たらええねんみたいな、ぐらいの嬉しい悩みがねありますけれども、まあ防寒にもなるんで、これも着て、上にこれも着てみたいなね、感じがいいんでしょうかね。じゃあちょっとこれも着てみましょうか。はい、ということで着てみました。いや、ゆとりありますね。防具つけれるんちゃうかなっていうぐらいの大きさですけど、こんな感じですね。一番着る防具ということでね。まあご存知の方も多いと思いますが、福岡サンズはね、サンフランシスコ 49ers の、NFL のチームをモチーフに、されているので、ナイナーズの、ジャージとちょっと似通ったところがありますよね。 49ers のように黄金期を、これから築いていきたいというところだと思うんですけど、X1 スーパー昇格をかけてこの T シャツを着てね、応援をしたいと思います。ということで、たくさんのねグッズが、僕の手元に今日も届きました。長生さん、本当にありがとうございます。そして、福岡サンズの皆さん、ありがとうございます。勝ちましょう、絶対勝ちましょう、やったりましょう。チャンネル登録やいいねもお願いします。ご視聴ありがとうございました。